ファリネ・リ、1705年1月24日から1782年9月16日は、イタリアのカストラート歌手である。最も有名なカストラート歌手であり、その音域は3オクターブ半あったと言われている。ナポリのポーベリディ・ジェス・クリスト音楽院は作曲家で、ファリネ・リが歌うための曲を作曲した。1994年に、彼の生涯を描いた。 映画、カストラートが制作された。2015年にはイギリスで、ファリネッリと王様が舞台化された。スペイン時代のフェリペ5世とファリネッリの関係を主題とする。ありがとうございます。